皆さん、ポンスミレ、吸血鬼の三色スミレです。今回は顔について話をしていきたいと思います。顔はもともと中国で使われており、日本へは平安時代頃に伝わったと言われています。そして鎌倉時代から広く使われるようになり、戦国時代になると様々な形が考案されました。この顔の多様化の背景には、偽造防止のためという理由もあるようです。ちなみに顔は描くのにすごく時間がかかるため、戦国時代には印判で代用することもありました。織田信長の天下布武の印判、北条氏の虎の印判が有名です。それら印判で代用していた大名には一つの共通点があり、大名権力が強い人たちに限られます。皆さん考えてみてください。星の手書きサインと印刷されたサインはどちらが欲しいですか？そうですね、私も推しの手書きサインが欲しいです。戦国時代の武士も同じで、主君の手書き顔が入った書状の方が嬉しいので、大名権力が弱い中で印判だけの感情をあげた日には、もらった家臣が軽んじられていると怒って謀反をしてしまうこともありました。皆さんも感情をあげるときには注意してくださいね。ちなみに顔は現代でも使われており、国会の閣議決定を行う場合は、総理大臣及び各大臣は顔を記入することが慣例となっています。星型、ハート型などなど、戦国時代の顔にも負けずいろいろな種類がありますので、気になった方はぜひ調べてみてください。以上で顔についてのお話を終わります。この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。